やっと誤解が解けてよ。一旦俺らのことは後回しにしてくれるってよ。後で弁護頼むぞ。 止まれっつって止まるやつじゃねえだろ。 アドデックナインです。 まだ死なないでください。 おい、何するんだ。 完成したんですよ。 僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。 今度こそ間違いない。だから最後に
この新薬が完成したという証明を。そうやって何人殺してきた。でもおかげで何百万何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。ショーノ君は私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデック内の研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。アドデック9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは
常に眼球が持ち去られていた。それらは全て生野が処理していました。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？フミヤ君。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。生野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田検事生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、そにして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか？はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。え？仕事に身が入んなくなるんでな。いやそうだったんですか。そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの遅刻ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも遅刻なんて聞かなかったかなあ。待つかねよ。まあ俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれるね。海藤さんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。
通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって、源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様の、あれなんだっけ、神様のおぼし飯、それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ、弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど、俺いまいちじゃなかった。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。うん、その点探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね、はい、矢上探偵事務所。え、猫が逃げて帰ってこないって、うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。ちょっと矢上くん。チャコ5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。海藤さん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。僕の名前はありふれた
僕は味方さ。 I'll be by your side because I am your song. I'll be by your side. 君の声を乗せるの。 いつか僕に飽きても時々口にずさんだな。 I'll be by your side because I am your song. I'll be by your side because I am your song. 笑えないよ、あなたの